働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大槻智之の働く現場のお悩み相談室。あ、そうそう、お悩み相談室始まりました。じゃあこれがアシスタントの役目ですかね。割とね、スタンダードなところを惜しいですね。惜しかったです。いつも現場と職場で、ね、悩むんだよ。あ最後お悩み相談室が出てこなかったってことですね。そうそうそう、働く職場おかしい確かにはい、ということでですね、本日の議題はですね、こちら、じゃじゃん、休憩時間って何分取っていいのっていう議題でございます。で、これちょっと私がすごい気になってた議題なんですけど、私昔アルバイトしてた時に、あの何時間働いたら15分だよとか、なんか何時間働いたらトータルで1時間どっかで取ってねとか、そういう感じで振り分けられてたんですよ。なのでそれがなんか何分、何時間働いたら何分なのかとか、なんか取らなかったらどうなっちゃうのかとか、ちょっとお聞きしたいなと思っております。はい、まあ、そもそもね、このタイトルね、何分取っていいんですかと、はい、いう、これがね、若干違う。おー、はい、はい、取らなきゃダメなの、はい、あ、もうマストなんですね。そう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 、なんかね、テンション上がっちゃってさ、はい休憩取らないで、なんか、役所に大迷惑だから、あ、そうなんですか。なんかよくアルバイトとかで、その本来休憩時間だったはずの時間が、もう忙しすぎて潰されるみたいな、よく聞いたりすると思うんですけど、あれって、あの部分、どうなっちゃうんですか。いや、本当は休憩してないからさ、はい、ちゃんと時給払わなきゃダメだよ。あ、プラス1、え、プラス1時間分ってことですか。もともと引かれてるんですか。引かれてるというか、時給だとそもそもその時間は発生してないはずだ。はあ、はあ、はあ、でも働いてるからその時間発生しなきゃいけない、はい、なるほど、なるほど、うん、ちなみに、うん、もう何時間働いたらどれぐらい休憩時間取らなきゃいけないんですか。一応6時間と8時間っていうのがあって、はい、で、6時間以内だったら、はい、休憩いらない。あ、そうなんですね。うんうんうん、6時間を超えて1日目、はい、6時間を超えて8時間以内だったら45分間。ほう、なるほど。で、8時間を超える場合は60分、はい、1時間で、うん、この休憩を与えなければいけないって決まってるから、はい、与えないと法令違反になっちゃう。おー、危ないですね。そう、だからなんか、みんなのためにとか言って、はい、休憩全く取らないで働かれると、はい、最終的に迷惑する。逆に迷惑する。そうそうそう、ちゃんと休んでるから。はいはいはい、はい、これちなみに、もう自ら取らないっていう選択をした時って、取らなかったのは社員の方でも、その会社側が罰せられるんですか。状況次第、社は状況次第から、基本的にはやっぱ休憩中働いてたらそれはダメなんだけど、うんうん、はい、そいつは勝手にね、はい、頼んでもいないのにこっそり仕事してたとかっていう場合はちょっと違う、うん、休憩中に勝手にやってました、はい、これ残業も一緒なんだけど、うんうんうん、あのやってんの分かってて見過ごしてると、はい、それは休憩時間中働かせてたっていう判断になりやすい、うんうん、ただこっそりやられてたら分かんない。分かんないですね。そういうのは、まあ、分かんないからしょうがないねって話、うん、だから後で発覚しても、いや、それこの人勝手にやってたんで全く分かんなかったです、うん、なると、そういう労働時間として給与払いとかっていう話にはならない、うん、可能性がある、うんうん、私昔アルバイトしてた時に、うん、なんか数時間働いたら15分で、あのさっき言った8時間以上だったら30分と15分みたいな感じでこう別々にちょっとずつ休憩時間をもらえてたところでバイトしてたんですよ、うんうんうん、でやっぱそこでこう自分以外の人が働いてるとちょっと手伝いたくなっちゃうんですよね、うん、で手伝った時にめっちゃ怒られた経験があります、うん、まあそりゃそうだよ、あんた休憩時間なんだから休憩しなさいよ、うん、言われました。そこめっちゃいい会社だったんです、うん、いやいやいや、まあいい会社普通ですかなるほどなるほど、お金払わなきゃいけないじゃなくて、うんうんうん、だからそれだけでなんか実験費オーバーしちゃう、はい、迷惑だ、でいらないですって言われても、いやいやこっちが罰せられるか勘弁して。ちなみになんかこうその休憩時間あるじゃないですか、うん、その休憩時間なら何してもいいんですか。まあ、基本的に何でもいいんだよ。あ、そうなんですね、うん、あの自由に利用していいっていうのがあるから、仕事の邪魔しちゃダメだよ、はい、うん、仕事の邪魔をしちゃダメだし、なんか迷惑行為やることある、うん、なんか大音量はい、
そういうのはダメだ。基本的には自由利用。じゃあもしもですよ、うん、なんか結構その時間ってご飯食べる方多いじゃないですか、うんうん、でももういいそんなんいいって言ってパチンコ屋さんに行ってパチンコしてても全然いいですか。全然いいじゃん。いいんですね。逆に何て言ったの。なんか例えば制服を着たまま行っちゃったとか。あー、それはまた別の話で、休憩じゃない話で、はいはい、うん、だってもう休みに制服着てどっか行っていいですかって言ってダメって言われるでしょ。そうですね、うん、だからそれは休憩とは別のこと。はいはいはい、はい、休憩は別に好きなことしてる。まあそうなんですね。あとなんかたまにタバコ休憩とかあるじゃないですか、うんうん、あれは休憩に入るんですか。それは会社次第かな。あ、その労働何でしたっけ、規則に書いてあったりするんですか。それまあ書いてないだろうね。なるほど。ほらだって結局のところタバコ吸いに行ってる時間って、はい、サボってる時間なの、はい、サボってる時間だから、じゃあそれってダメよっていうか、はい、まあ、時間決めて休憩中行きなさいっていうか、うん、なんだけど、まあ、結局行って OK にしてる会社が多いわけでしょ。あ、そうなんですね、うん、うん、うちなんかダメにしてる。うーん、うん、何決めづらいんだよ、タバコだけ言うのって話になって。うーん、じゃあそこであのコーヒー飲んでるやつは何なんだ。確かに確かに。言い始めてももう切れないでしょ。確かにですね、うん、だからね、あんまりそれを休憩にするとかしないとかっていうのをはっきりさせてる会社ってそんなないかな。まあよっぽどダメにした方がいいんじゃない、うん、だってそれから大体あの喫煙者来てほしくないと思うし、うん、だから仕事時間中はタバコ吸えませんってやっておくと喫煙者の方は来ない。ああ、確かに。もう元々もうそういう休憩もらえないならじゃあ俺いいですってなって、うんうん、っていうことができるかもしれない。じゃあ万が一吸ってたもんか、バシと捕まえて。お前、お前はさ、サボりやがったな。はいはいはい、うん、なるほど。ちなみにこの休憩時間をもらえる人ってどんな人なんですか。え、どういうこと。例えば、うん、正社員、アルバイト、業務委託があるとしましょう。その中のどこの雇用されている人たち。うん、雇用されてるとみんなそうだよ。うんうん、いわゆるその管理監督者とかってなると、はい、これちょっと難しい話じゃない、うんうんうん、まあ世間一般的に言うと部長とかね、はい、局長とか本部長とかってなる人は労働基準法の中で管理監督者って呼ばれるから、はい、労働時間休憩休日っていうのが適用除外になってる。そうなんですね。うん、それはあの自分で取ろうと思えばいつでも取れるでしょっていうことだから。ああ、自分でじゃあうまく組んでねっていうこと。そうそうそう、だからそういう部長に対してお前休憩しないで働けようとかっていうと、そもそも自由が利かないんだったら、はい、そういう扱いはできませんよって話。うんうん、それはまず1個抜けるんだけど、はい、それ以外だとこれ休憩時は労働基準法の話だから、うん、だから労働基準法って別にあの正社員とかアルバイトとか一切関係ない、はい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 、雇われたらみんな適用だから、うんうん、だからそういう意味ではアルバイトもパートも契約社員も正社員も休憩時間はさっきの6時間を超えれば必要だと、はい、なるほどですね、うん、業務委託は言ってみれば自分自身が雇い主だから、うん、はい、自分で休みはいいじゃん。ご自身でどうぞ。そう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 、だからあんまり例えば業務委託が何屋さん業務委託ですって来てる人に対して休憩は何時何時でそれ以外やめてくださいねとかって言うとこれ業務委託じゃないんじゃないって話になる。うん、名ばかりだよ、はい、うん、偽装感、うんうん、はい、ありがとうございました。じゃあ最後にまとめです。じゃじゃん。労働時間によって違うというのは、まず6時間働いたら、何分の休憩時間が必要ですか。そう、45分なんだけど、はい、よくね昔の会社だとね、そうそう、あの45分っていう休憩の会社あるの。お、はい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 。でそういう会社って1日の労働所定労働時間が7時間半とか。なんでそんな微妙にするんですか。いやいや、8時間も昔はない会社結構多かった。まあそうなんですね、うんうんうん、だから45分にしといて、はい、自動的に6時を超えて働くともうこれ8時間超えるから、はい、じゃあいきなり15分休みなさいみたいな、こうなるのかじゃない、びっくり。そっち合わせて60分になる。はい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 。でこれ休まないと15分足りないことになっちゃうから結構問題ある、はい、うん、そうそう、多分ねこれはね知ってる人はねやべえなと思った。知らないとね全然ピッとこないんですよ、うんうんうん、まず6時間を超えたら45分で、はい、8時間を超えたら60分、はい、はい、ということです。ありがとうございます。
ということです。はい、はい、皆様気をつけましょう。あ、あとね、もう休憩もう一個言っておくと、ちなみにあの労働時間の間に取りなさいってなってるから、はい、遅刻してきたから最初休憩にしてもらえませんかとかそういうのはないと思う。ああ、の早退するんで休憩最後にしていいですかと。なるほどなるほど。ない前後はちょっと難しいよ。そう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 。わ、うん、かりました。ありがとうございます。はい。ではこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。先生の SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。Thank you.